クレベル小池選手と何ヶ月か一緒にしていたと期間があったと思いますけども、まあ、今回試合があるにあたって彼と何かしらお話ししたことはありますか。またあの小池選手の相手のホブレット・サデス選手ともどのように何かお話しされたようなことはありましたでしょうか。まあそうですね、2人とも多分違う、あの今回 ATT には来なかったのでその件に関しては全然話してないんですけど、まあお互いやっぱりプロなの で違う敵同士なので、ね、もう全然なんかそういうの話さなかったですね。はい。